はようございます。ココエ、これから朝の白川郷、街並み散歩をしてきます。お世話になった民宿久松さんです。7時半から朝ごはんなので、ダッシュで回ります。山がすごいんですよ。モルゲってますが、山頂雲です。こっちのモルゲンの音は燃えてるね。ここら辺の山を天泊する人の気持ちがわかります。これは間近で見たい。人も車もいないので、用水路の水の音がよく響くんです。日中都会になるメイン通り、誰もいません。用水路多くて羨ましいけど、年に一回は誰か落ちるよねきっと。北海道は冬の雪が用水路を隠して危険なので、現在ほとんどない。お庭が庭園風で素敵です。この通りが一番人が通るのかな？整ったノスタルジーを感じる。今、涙橋、出会い橋へ向かってます。神社に来ちゃったな。こっちだと思ったんだけど。確か神社の横にあったよね。こっちか、とてもわかりづらいのに、一番風情ある。長いな、これたるんでるけど、大丈夫な橋だよね。急いで渡れー、いかん、微妙に、揺れてる。庄川です。紅葉も綺麗だけど、ちょっとまだ早いかな。戻りました。画像は萩町の吊り橋。
その中はシソ風味満点のあんこだった。お茶2杯とか余裕で飲み干した。飲めないと思うけど、こういう環境はいいなぁ。癒される。立派な神社です。もっとこじんまりを想像してました。広いのに誰もいないから気持ちいいです。さて、独り占めしてお参りしようと思う。あ、財布忘れた。お賽銭。ぐぬぬ、食後に裁縫しよう。後から賽銭持ってきます。待ってて。ちょっと路地に入ってみたんだけど、風情のある民家脇。あれ？ここって観光路地ではないかもしれない。とても休まる景色なのだけど、引き返そう。失礼しました。里の風景、奥の畑と畑、山もいい感じです。造成地かもしれない。ここも人の生活圏に行きそうだったので、ここら辺で引き返したよ。立派な鐘楼門です。朝方ゴンゴンって鳴ってました。
明善寺さんも確か見学できたと思います。ここね、標識があったから通れると思って歩いたけど、とても水の町を感じる路地。でも、プライバシーを侵害してそうな気分に襲われる。用水路や畑やら縁側とかが、私の生活にはないからな。おっと、これも忘れてはならない。マンホール。画像欲しい人はブログからどうぞ。どこまで見ていい場所なんだろうね。こういう路地はちょっと遠慮してしまう。戻ってきました。もう朝ごはんの時間、水路が多いというのが分かった。カエルもたくさん見たよ。大きいのも小さいのも。さて、食事も終わり、再散策してきます。縁側良いね。縁側って茶を飲んだり、猫とまったりする場所だよね。わあ、すごいね。かやぶきって秋は、こうなるのね。湯気ってるね。鳥像のみだらし団子を焼いてもらってる。どぶろく羊羹の店。あかんこの温泉街にもこういうのあったけど、全部温泉だった。さっきの西尾モータースでの画像です。餅と団子が美味しかった。そろそろ人が出てきました。これ何かと思ったら電子タバコの喫煙ベース。紙巻きはノーです。お店ののれんのキャラ名を思い出してます。ボボボボボボ。サルボボか？サルボボ。缶だけは円照度制作してたところも見せてもらえる貴重な公開施設。白川郷にある施設見学はだいたい300円から400円、見といた方がいいよ。施設内は撮影 OK とは言われたけれども、大都会モザイク入れなくてごめんね。施設内中2階から2階へ移動中、くらいです。12階なので天井は低いです。他の階は広いよ。
2階は生活用具の展示がされている。窓が左右にしかないので、夏場はきっと暑いだろう。風を通すのに開けてるんだね。3階は一応、足場に床板が張ってあるので、歩けるようになっている。最後の4階は煙抜けの、窓のみの階になるようだ。3人までしか上がれない。合掌造りのてっぺんが、内側から見れる。かやぶきって大変なのがわかると、思う。反対側の煙抜けの窓の、明かりがぽっかりと見える。階段が怖いのよ。はしご降りしなきゃ無理ね。3階にある展示物は養蚕関係が多い。虫の寄りつかないかやぶきで、蚕飼育はできるの？室内が暗いもんで何も映ってないなこれ。残念。だがしかし、景色はとてもいい。街一望。お庭、後から見てみよう。再生活用具展示、同じく全く何も見えない。2階からは煙抜けの天井を上から見ることができる。12階にある氷見窓、独身男性が寝泊まりするそうだ。独身男性は兄弟か、使用人だろうね。部屋あるだけまだいいよ。一応、外窓もあるので、意外と自由である。1階はようやく人が落ち着いたようだ。ゆっくり見よう。消防設備が壁に合わせて、黒である。世界遺産特権。一応、囲炉裏に火はくべてある。これを見に来てる人も多いんだろうな。囲炉裏のすぐ隣に焔硝土がある。ここでは炭が必要だったのかな？異様なく炎症を作るとなると、家の中はどんな匂いしてただろうね。ニャンゾウ発見、缶だけ関係者しか入れない扉へ向かっている。あ、関係者でしたか。つか、中でめっちゃ泣いてる。火薬製造していたんじゃないかという説明が書いてあります。
当時は長男だけ結婚できて、家屋も養蚕と炎症の工場化していたようだ。家屋が広く大きいのはそのためで、ここだけではなく、数軒まだ残ってます。次男三男は結婚して、独立はできなかったんかね。時代の闇を感じる。鴨居の上にある欄間彫刻も、すごいね。昔のじいちゃんの家みたいだ。内覧終わってお庭です。池の魚の模様がおかしい。マスの模様してるけど、でかいわ、食い頃だと思うわ。これなんていうの？知らんよ。マス、ではないのか？知らんよ。神岳南東川、4階まである、3階以上あるのでエレベーター設置も、か？消防設備が昔ながらの、壁に張り付いていても、違和感なかったね。正面右側からの家屋なんだけど、長く広いよね。現在右側は居住部みたい。十分見た。他も見て回ろう。またね、用水路にマスに似た魚いるのよ。蓋の陰に隠れた。けど、泳いでる。模様がよく見えないけど、あれマスだ。綺麗な用水路沿いを歩いて、和田家へ向かいます。鳥像の好きなやつがあちこちにあるわ。和田家は外観を見て終わりました。白川郷もそろそろ終わりです。この後は高山市へ向かいます。白川郷の雰囲気だけでも伝わってくれたでしょうか。ここまでのご視聴に大変感謝します。ありがとうございました。いっぱいいるよ。こいつに至っては恋の可能性もあるな。いっぱいいるね。そうね、いるね。